見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。10月19日公示、1日投開票の日程で火蓋を切った衆院選。政治ジャーナリストの野上忠興氏と角谷浩一氏に、北信越、東海、関西、中国地方の選挙区の情勢を聞いた。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、北信越、東海北信越では、新潟5区の元知事対決が注目だ。野上氏、角谷氏ともに米山隆一氏に軍配を挙げる。角谷氏が言う、米山氏は妻の作家、室井ゆずきさんとの二人三脚が功を奏しています。女性問題は相当に痛手だったはずですが、ひるまずツイッターでの発信力を発揮。弁護士としての弁舌も有利に働いています。福井区は、国対委員長に就任した高木剛氏が過去に女性の下着泥棒疑惑が報じられた、高木氏は否定。そんな汚名もどこ吹くかで、無風で当選を重ねてきている。意外な一面を角谷氏が明かす、前任の森山雄氏は野党の国対をなだめながら収めるタイプでしたが、高木氏は、戦う国対、タイプだそうです。立憲の安住淳国対委員長に言いまかされるのではないかと心配する人もいますが、とんでもない、高木さんはきついですよという評価を聞きます。静岡5区では二階派会員で自民党入りを目指す無所属細野豪心志氏が自民前職の吉川武氏とぶつかる。過去どの直接対決で細野氏がいずれも勝ちを収めているが、吉川氏は首相派閥の宏池会二階派との代理戦争の様相だが、後ろ盾だった二階俊博氏の幹事長退任は細野氏にとってはマイナスか。静岡8区は、塩谷流氏の苦戦は不可避だという。野上氏が語る、当選9回で閣僚経験もあり、清和会、最大派の事務総長を務めた重鎮ですが、すでにかつての存在感もなく、県連関係者の間にも落選の可能性ありとの見方が少なくありません。愛知11区は、トヨタ労組出身の無所属、古本慎一郎氏が不出馬を決めた。自民党との連携を模索する前トヨタ労連の意向に沿った形だが、ライバルの、消失、で自民の八木哲也氏が有利か。関西、中国、京都1区は、自民、伊吹文明氏が引退。角谷氏は、後継の元総務官僚の勝目康氏は知名度に乏しい、そして、共産の国田圭司氏に勝機あり、と見る。